はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、スクラップビルドです。テレビでもおなじみの作家、肌圭介さんの代表作。肌さんは本作で2015年、第135回、芥川龍之介賞を取りました。肌さんという人柄同様、かなり好き嫌いが分かれる作品です。お話の舞台は、 どこにでもあるようなな小さな家庭そこには87歳の要介護でも体は健康なおじいさんが住んでいます同居しているのはおじいさんの娘とその子供である孫娘はおじいさんに対し強く当たり手も貸さず邪険に扱います孫はおじいさんに多少誤長はきついものを 入浴や着替えなどいろいろと世話をしてあげます。まあその他時折来るおじいさんの親戚の人たちなどまあいろんな人が出てきますが、さて本当におじいさんのことを考えているのは一体誰というお話です。冒頭でも話しましたがかなり賛否両論が分かれると思います。読んでいて不快になる人も。 少なからずいると思います。高齢者の扱いがあまりにひどすぎると。まるで高齢者は皆亡くなればいいと作者が言っているようだと。ただですね、私はそうは感じませんでした。まあそれどころか、羽田さんの高齢者に対する真摯な優しさを感じました。 まあ時に我々は体の弱った高齢者や少しねもちろんね高齢者に対する行動は優しいものであっても、まあ、口調がまるで子供に接するかのような、まあ、自分よりね立場が下の人に接する時のような口調になってしまうことあるかと思います。 この小説のおじいさんの娘と孫はそういうことはしません口調はきついですがおじいさんのことを人対人として対等に接していますこの作品の娘と孫の態度は決して褒められたものではありませんが高齢者も対等に扱うというその意識に関しては学ぶべきものがあるんじゃないかなと思いました まあもちろんね、対等ではなく、えー、尊敬が最もいいかとは思うんですけども、なかなかね、ショッキングなことも書かれておりますが、まあ、我々がこの本を読んで感じること、学べること、たくさんあると思いますので、ぜひ、スクラップビルド、読んでいただければと思います。と、このように、このチャンネルでは毎日、1冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方は、ぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では、質問また会いましょう。バイバーイ。